いつか本気になった時必ず成功できると前向きに考えてきました。皆さんも一緒に禁煙始めてみませんか。きっと未来の自分に感謝されること間違いなしです。皆さんこんにちは。禁煙783日目の山口俊です。さて、タバコをやめることに興味がある方、そしてタバコをやめたくないけど興味はある方、どちらも歓迎します。さあ、リラックスして楽しく聞いてください。まず最初に、タバコをやめるって大きな決断ですよねと。私も以前はヘビースモーカーで1日1箱、いや2箱、場合によっては3箱くらい吸っていました。でもある日ですね、鏡を見て、このままではマジで自分が煙になるなと思ったんですね。そう、それが禁煙の始まりでした。禁煙を始めるとまず最初に感じるのは口寂しさですね。そこで皆さんにおすすめしたいのがガムやミント、そしてお菓子ですね。でもこれもやりすぎると逆に健康に悪かったりするので、まあほどほどにしていただきたいと思います。次に、禁煙すると決めた時、周りのサポートも大切ですね。で、私の場合、家族や友人に俺禁煙するんだと宣言しました。すると皆が応援してくれてとても助かりました。友人の中には絶対に無理だろうと言ってきた人もいました。そういう人に対してはですね、じゃあ俺が禁煙に成功したら次はお前の番だぜと言ってやりました。その友人は今でもですね、タバコを吸っています。はい、禁煙の一番の敵は何と言ってもストレスですね。仕事でイライラした時、タバコに手が伸びそうになりますよね。そこでストレス発散のために新しい趣味を見つけるのも一つの手です。私はウォーキングを始めました。最初は息が切れて、タバコのせいでこんなに辛いのかと実感しましたが、続けているうちに体調がどんどん良くなってきました。健康の実感っていうのは、禁煙の大きなモチベーションになりますね。そして禁煙が成功した後のご褒美も考えておきましょう。タバコを買わなくなったお金を貯金して旅行に行くとか、欲しかったものを買うとか、私の場合、禁煙と同時にNISAの口座を開設して毎月少額ながらコツコツ投資を続けています。まあここだけの話ですね、結構確実に利益が出ています。最後に、禁煙は失敗することもあります。でもそれで落ち込まないでください。私も言うに数百回は失敗しています、これまで。でもその度に、いつか本気になった時必ず成功できると前向きに考えてきました。最初、禁煙の道は辛いかもしれませんが、その先には素晴らしい未来が待っています。さあ、皆さんも一緒に禁煙始めてみませんか。きっと未来の自分に感謝されること間違いなしです。タバコの煙に巻かれるのではなく、健康でハッピーな人生を目指しましょう。どうもありがとうございました。バイバイ。